韓国尊心女子大学のソギョンドク教授がネットフリックスオリジナルシリーズイカゲームに対する日本の反応を劣等感だと解釈した。先月末、日本経済新聞ソウル支局の鈴木聡太明支局長が韓国ドラマイカゲームが映す日本の残り影というコラムでイカゲームに登場するゲームの元祖は日本だとした。ソギョンドク教授はいつか、自身のインスタグラムでそう。これらの主張はすべて正しいとしよう。 それなら、このような遊び文化を奇抜なドラマコンテンツとして制作し、世界的なブームを起こしたのはまさに韓国人だ。全世界の人々はムクゲを覚えていてもダルマさんは覚えていないだろうと皮肉った。続いてこれは、イカゲームがうまくいったのが羨ましくて、韓国に対する劣等感を表現したものとしか思えないと指摘した。また祖教授はまた、 植民地時代に遊び文化を広めたという話は強く主張しながらも、植民地時代に日本が行った歴史的蛮行に対しては常に沈黙しているとし、このような行動は卑怯なものだと付け加えた。祖教授は過去に韓国の人気バラエティ番組無限に挑戦チームとビビンバを全世界に知らせようとニューヨークタイムズに全面広告を掲載して大きな話題になった際も同じように日本メディアの韓国支局発の記事に批判をしていた。 当時の産経新聞ソウル支局の黒田勝弘支局長がコラムでビビンバが羊頭犬肉だとしたことがあったことについて日本メディアは昔も今も韓国の文化コンテンツが全世界に広まることを恐れているのだろうとしていた。また、そうなればなるほど、我々は謙虚に世界の人々とコミュニケーションを取り、より良いコンテンツ開発に力を注ぎ、文化大国大韓民国を作り上げることに全力を注ぐべきだと付け加えた。 しかし、その批判のきっかけとなった番組無限に挑戦も初期の構成は日本の番組をパクったとして批判されていた。